通じたようなので繰り返しません。山本太郎さんからメッセージがありました。ありがとうございます。そしてこの方を紹介します。この方は本当に日本の希望だと思った方がたくさんいると思います。多くを言いません。シールズの奥田亜希さん。こんにちは。連日講義をやっていまして、未だにまだ体が痛くてですね、別にこんなこと言うつもりないんですけど、すみません、ハキハキした言葉が出ないのは、なんかさっきから大江健三郎さんが楽屋にいてですね、えらい緊張するとこの後話されると思うんですけど、ただなんかさっき僕が話そうとしたことのほとんどを上野先生に言われた気がしてしまいまして、まあ自分たちが突然こんな風に出てきたっていう風に僕はそんな風に思わないんですね。なんですけど、一方でこの社会っていうのは若者は無関心だとか若者は政治離れだってずっと言ってきた気がするんですよ。今考えたらそれを言うことに何の意味があったんだろうと思うんですね。多分意味ないんですよ。デモなんてやっても意味ない、声上げても意味ない。市民なのに、お前は主婦なのに、学生なのに、サラリーマンなのに、お前何を言ってるんだと、何を一生懸命なんだと、俺はそれに対して言ってやりたい、そうやって言うことが意味がないんだと。冷笑して俯瞰的になってるのもいいですけど、そろそろ自分の頭で何か考えて何か言った方がいいと思いますよと。だって A も B もありますよねっていうことを言い続けてる人って本質的に何も言ってないんですよ。何かものを言ってくださいとと最近は思うわけです。この法案が戦争法案、ここの後ろさよなら戦争って書いてますけど、戦争法案ではないっていう人たちがいます。戦争法案っていう法案はありませんと。この平和安全法制って名前もどうかと思いますけど、正式名称は平和安全法制らしいです。福島みずほさんが国会で戦争法案と言った時に安倍首相は停戦を求めましたね。現政権はこれは戦争法案でないから停戦しろと。その後の話には続きがあります。その後福島事務所に行ってですね、戦争法案ではなくて訂正してくださいと。福島さんがなぜ、どういうふうに訂正したらいいですかって聞いたら、戦争に関する法案ですと訂正してくださいと。バカか。戦争につながる、もしくは戦争に関する法案だということなら OK らしいです。なので、堂々と言いたいと思います。これは略して戦争法案です。大体ですよ、戦争でしたがるのは利己的だとか、行きたくないのは利己的だとか言ってますけど、戦争、今もう自民党の議員じゃなくなってますけどね、あの人まだ議員らしいですよ、知ってました？あれ、あの人どこ行ったんだろうと。それはそのはず、あの人議会その後ずっと休んでるんですよね。やめていただきたいと思いますよね。我々の税金で何をやっているんでしょうかと思うんですけど、あの人が言ってた通り、戦争したくないのは利己的だっていう発想がやっぱ今の自民党の中で何かあるんじゃないですかと。集団的自衛権をしてアメリカとの平和活動をしないと、やっぱ PKO でも銃を使わないとダメだと考えている人たちが多いから、こんな法案が出てくるんだと思うんですね。でこの法案は、法律家の、憲法学者とかってぶっちゃけそのこの国の政策ってところまであんまり興味がない人たちが多いです。この法文上どうなのか、ただその憲法学者がこれだけ怒っているということは、この法案自体にやっぱりよっぽどの欠陥があるわけなんですよ。これ会見の人も怒っているということをやっぱり自覚した方がいいですよ、自民党の人たちは。今はもう保守とか革新とかを超えちゃってるんですよ。でそれは先ほどからずっと言ってますけど、この政権がなかったらこんなことなかったと思います。尾長さんでもどうも自民党ですよ、あの悪名7回ですね、あの中山知事の選挙の対策本部をやってたのは尾長さんですよ。尾長さんがあの時応援してくれなかったらこんなことになってなかったのにと思うわけですが、その尾長さんが怒ってるわけですよ。我々は屈辱されてると、侮辱されてると言わんばかりに今本当に怒ってるわけじゃないですか。今国連に行ってあれとあらゆる手段を使って止めるって言ってるわけですよ。それもこれも今の安倍政権じゃなかったらこんなこと起こってないわけです。僕もぶっちゃけて言うとですね、こんなとこで代々木公園とか来てこういう集会があるのを遠目で見てですね、2011年ぐらいですかね、
何をやってるんだろうと思ったわけですよ。戦争反対だなんてこんなに平和なのにみたいなね、散歩をしながら思ってましたよ。なんですけど今こそ言わなきゃいけないと思います。今こそ戦争反対と言わなきゃいけないと思います。今こそ憲法を守れと言わなければならないと思います。安倍政権に辞めていただきたいと私は本当に思っています。近況報告なんですけど、今自分たちのメンバーがどんな気持ちかっていうのを言いたいと思います。それは全く悲壮感がないんですね。これだけやって悲壮感がないっていうのはなんでなんだろうと思うんです。あの国会で深夜まで、朝5時まで僕たちやりました。それ別に朝5時までやりたかったんじゃなくて、あの終電がなかったからなんですけど、それ2時に通った後に解散と言いなかったですね。で朝までやったんです。でもなんか新年を迎えた朝のような気がしました。それはどういうことかというと、やっぱりこの法案が通ったってことは負けかもしれないし、それは重く受け止めないといけない。今までのやり方とはもっと違うやり方を試さないといけない。しかしその新しいやり方や世代を超えて戦える準備がもう我々にはできている。政治政党を超えて、信条を超えて、保守革新を超えて、改憲も護憲も超え、我々は安倍政権を倒す。ありがとうございました。もう一度、本当にあのこの当たり前の人を潰さないようにみんなで大切にしたいと思います。木田亜紀さんでした。ありがとうございました。でもこうして集会をしていても本当に流れは変わったんだなって私も実感します。喋ってもなんか冷やかな、あのただ来てるだけみたいな方が多かった。